てめえ、そんな大事な話なんで今まで黙ってやがった。だって信じてくれると思わなかったし、怖がらせたくなかったし、それに嫌われたくなかったから。ざけんなよてめえ、舐めたこと言いやがって。必要悪の境界ネセサリウス10万3000冊の魔導書、とんでもねえ話だったし、聞いた今でも信じられねえ。だけどな、たったそれだけなんだろ。見くびってんじゃねえ。たかが10万3000冊を覚えた程度で気持ち悪いとか言うと思ってんのか。ちった、俺を信用しやがれ。人を勝手に値踏みしてんじゃねえぞ。ほら、俺ってば右手があるから、魔術師なんざ敵じゃねえし。けど、補習で学校に行かなきゃならないって言ったから。言ったっけ？絶対言った。いいんだよ、学校なんて。じゃあ、なんだって学校に行かなきゃとか言ってたの？予定があるからって。私がいると居心地悪かったんだ。悪かったんだ。